はい、どうもカオスマイスターと申します、本日はですね、ポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はウミマメさん、ウミマメさんのパーティーは海流、ディンルー、ジバコイル、なんだっけこれ、鉄の包み、羽ばたく神、パオジオン。なるほどね、うん、こいつはねどうしたもんかね。ということで、これディンルーが出てくるよね絶対ね。ディンルーが いるってことは初手キノガス萌えちゃんでいくかな。萌えちゃん、セリナちゃんでいこうかどうか。あ、どうしようかな。どうせステルスロックから来るんでしょ。銀ルーから来るか。じゃあ羽ばたく神で後ろにナナミちゃん、どうしよう。トドロク付きでいくか。これでいきます。はい。いや、久々のポケモンバトルですいませんね皆さんね。このカオスマイスターチャンネルを、カオスマイスター計画のチャンネルを見てくださってるお客さんすいません。ウミマメさん対戦よろしくお願いします。最近ダイエットと筋トレで本当にきついんですわ。さあウミマメさん、人を知らない羽ばたく神から登場。じゃあこっちは羽ばたく神、おーっといきなり古代活性ブースティングエナジーね。これはね、これもうこれもうテラス切っていいですか。もう一か八かのかけてテラス切ります。ムーンフォースで。相手はどう来るか。あ、相手はテラスを切ってこない。ブースティングエナジーをやってくるってことは相手の方が素早さ高いんですよ。だ、相手の方が先手取れるってことですね。さあこれはきついですよ。はい、瞑想ガン積み。ただどれだけ入るかですよね。ムーンフォース、あ、押せますねこれ。もう一回ムーンフォースでこれ押し込めますわ。はい、瞑想一回積んだ羽ばたく神、さあムーンフォースC ダウンはしない。オッケーオッケーオッケー、突破しましたね。これはいいですよ。これで特攻ダウンしてたら俺の負けでしたわ。外流ね。はい、どうせ神速を飛ばしてくると思うんで、これはもうねコータスバックですわ。うん、あくび連打でしょうね。はい、多分ノーマルテラスタル新速だと思いますけど、新速 OK。 あ、これ鉢巻きだね。とどろく突き、とどろく突きって鉢巻きで死ぬんかな。うわ、なんか死にそうだな、めちゃくちゃ怖え。もう、これ神速でワンパンされるのかな。激励をします。ここで相手テラス切ってくるでしょう。でテラスを切られて海流を引っ込めるんだ。ディンルー、
ゲゲリン。あ、これはいけましたね。なんだ、あ、そういう食べ残し型、残飯型のディンルーなのね。まあこれはゲゲリンでぶち殺せますね。相手はもう交換もできないですよ。ここでテラスを切ってフェアリーテラスだったら、こっちのトドロク付きは足止めされちゃいますけど、さあどうする？おっとフェアリーテラスなのか。じゃあこのディンルーは、ああなるほど、ここで切るしかないと。はい、激鱗はこれで疲れて混乱、テラバースト、あ、これは死んだね。消滅、これはね、ちょっと待って、コータス、まず羽ばたく神を出す、ムーンフォースでぶち殺す、コータスを出す、大体47ダメージ×2、神速神速を食らわなきゃいけないんですよ。まあ大体95ぐらいか。まあいけるっちゃいけるわな。はい、もう相手の最後の眠り次第ですね。じゃあもうここはね、あのムーンフォースでいきますわ。ムーンフォースで多分ぶち殺せると思うんで、相手はもう交換はできないです。はい、相手の海竜の持ち物は絶対俺ハチマキだと思うんですよ。ハチマキじゃない、ラムの実だったらあれですよね、試合終了なんですけど、海竜もう絶対あの神速をやってきます。ここはもう神速は読めてるんで、コータスバックです。さあここ読んで地震とかだったらめちゃくちゃ相手うまいけどね、怖いだろ。ここ相手の卓ですよ。めっちゃ悩んでますね相手ね。ここ自信押せたら相手うまいわ。はい、うわうまっ。これは俺の負けですわ。いや、ハチマキっていう可能性もあるよね。あ、こだわってるね。相手は自信しか押せないはず。フェアリーテラスタル、なんだ、フェアリーテラスタル、こだわりメガネ、タイプ1、ムーンフォースで貫けるかどうか。貫けなかったらもう俺の負け。こだわりハチマキだもんな。マルチスケール、あっぶねえ、勝った。試合を諦めないっていうの大事ですね。はいはい、ウミガメさん対戦ありがとうございました。あっぶねえ、そうだよね、コータスの HB のぶっぱで努力値で神速が47ダメージも入るわけないんですよ。はい、相手の持ち物を冷静に、判断できたカオスマイスターの勝ちということですね。はい、以上、カオスマイスター、ウミマメさん対戦ありがとうございました。ウミマメさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、トップバリューグリーンティー国産の茶葉使用を飲みたいと思います。2リットルいただきます。うまいわ。
急遽ね、あのコータスのあのニックネームもななみちゃん、ななみちゃんにちょっと似てたからななみちゃんっていう名前にしましたけどね。何言ってるかわかんないです。いやほんと久々のポケモンバトルです。めっちゃ面白かったです。以上カオスマイスターでした。シェリー正直くたばれ、バイ。10分23秒。